この人生の現実は自分の心を映し出す鏡ですよ。気をつけなきゃいけないのはですね、やっぱ心がすごくダメージを受けてる人とか、基本的に弱ってる人が、この鏡の法則の捉え方をちょっと過剰に捉えてしまって、自罰的になってしまうと、あ、全部自分が悪いんだみたいになってしまうと、これはこれで非常に辛いので、鏡の法則を活用して、幸せで豊かな人生を実現するためにはどうすればいいか。はい、どうも皆さん、こんにちは、山本です。本日は、スペシャルゲストの野口よしのりさんをお迎えしました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。野口さんといえばこちら、じゃじゃん。この鏡の法則大ベストセラーのね、野口さんなんですけども、まあ僕のね、チャンネルを見てる方たちの中でも、もう野口さんのこの鏡の法則に影響を受けた方たちはめちゃくちゃ多いと思うんですね。で、ちなみに僕の人生を変えた3つの本っていうのがあるんですよ。もう一つがこの鏡の法則。ああ、そうなんですか。うわ、嬉しい。そうなんですよ。見てる皆さんにね、ぜひね、この鏡の法則っていうものを活用していただいてね、皆さん人生をより豊かに、よりね、幸せに導いていただきたいということで、今日野口さんをゲストにお迎えしてね、鏡の法則をお聞きしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ヨンソさんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずね、鏡の法則っていう題名あるじゃないですか。はいはいはい。この鏡の法則っていうのは、もともとあったものを使いになったのか、野口さんが考えられたかっていうと、これどちらなんでしょうか？この法則自体は僕が発見したものでもなく、僕が発明したものでもなく、おそらく人類の歴史とともに存在した法則だと思うんですよね。これ僕ブログの記事でですね、この鏡法則の元ネタのストーリーを紹介したことがあったんですね。それがすごく反響があって、もう感動したとか、涙が出たとか、なんか親を許せたとか、それでその2005年だったと思うんですけど、その年の12月の暮れ近くにですね、まあちょっとブログの読者さんに何かクリスマスプレゼントをくれないかって思った時に、その年1年で一番反響のあったあの記事を PDF ファイルにして、誰でもダウンロードできるようにしようと。というのはよくあれをコピーして、持ち歩いてますとか配りましたっていう話が多かったんでね。で、それを PDF ファイルにするときに、タイトルを鏡の法則ってつけたんですね。その鏡の法則っていうのは、インスピレーションでもうパッと降りてきて、すぐに見ついた感じなんでしょうか？そうですね。もともとはこの法則を説明するときに、人生っていうのは自分の心を映し出す鏡なんですよっていう説明をしてたんですよね。はい、なので、鏡という例えをよく使ってたので、もう自然に鏡の法則っていうネーミングがいいだろうと思ったんですね。引き寄せの法則っていうのは、ちょっと若干理解が難しかったんですよ、正直なところ。はいはい、でも、鏡の法則って、ものすごいわかりやすい。ああ、はいはい。ですよねって、自分の鏡を、チェックしないと自分の髪型とか、服装も含めてチェックできないよね、自分のことって。そうなんですよね。で、鏡の中の自分を変えるのではなく、この自分の髪型をちょっと整えると、鏡の世界の自分の髪型が整うみたいな、これがめちゃくちゃわかりやすくて、これ考えた人、僕、天才だなと思ったんですよ。そうなんですか。この鏡の法則の、元になった考え方、はい、野口さん、どういったところからこの鏡の法則という考え方を見ているというか、はい。そうですね。遡りますとですね、僕は15歳になった頃に対人恐怖症になったんですね。高校に入学して間もなくですね、友達と接するのが怖くて、友達を避ける毎日を送っていたんですよ。で、そういう生活が4年間ぐらい続いたんですね。で、19歳の時に僕は2つのものに出会ってるんですね。1つが心理学。で、1つが心と現実の関係について語っている様々な本に出会ったんですね。一番最初に出会ったのは、ラルフ・ウォルド・トラインという人の本なんですね。これは今はサンマーク出版さんから、人生の扉を開く万能の鍵だったかな、そういうタイトルで今出てるんですけど、僕が当時読んだのはまた別の出版社さんで、幸福はあなたの心でだったと思うんですけどね。それで心と現実がすごくつながってるんだっていうのを初めて知ってですね。そこからアディントンっていう人だとか、ノーマン・ヴィンセント・ピール、ロバート・シューラー、アルイ・デイビス、その辺のですね、心と現実の関係を語っている本を片っ端から読み漁ってですね、それが出会いですか、19歳の時ですね。やっぱりこの苦しい人生から抜け出したいっていう、その経験がゆえに、何かそういったものに出会って引きつけられたみたいなところがあるんでしょうかね。そうなんですよね。最初はもう笑をもすがるような気持ちで読みふけったっていう。でもそこに希望が見えたんですよね。現実を自分の心が作っているのであれば、本当は友達が欲しいのに、友達が怖くて
こう逃げ続けるっていう、でもこの現実も僕の心の何かが変われば変わるんだっていう希望を持てたっていうのはすごく大きかったですね。まあ僕もともとオタク系なんでね、読み漁って研究しつつ、それを自分の人生で実践するってことを繰り返して、それを僕は確かめたって感じですかね。もう自分で人体実験したみたいな感じですね。はい。後に原因と結果の法則っていう、ジェームズ・アレンが書いた本、その本が出た時に、あ、このネーミングは分かりやすいタイトルだなと思ったんですよ。心の中に原因があって、現実はその結果であるっていうね。だから人に説明するときは僕は原因と結果の法則という言葉を使ってたんですけれども。先ほどね、野口さんがおっしゃったように、こういった話って古くから言い伝えとか、そうですね、人間の英知としてあるんですけれども、うん、日本ってこういうお話が若干こう宗教とか、はいはい、なんかこう、うさんくさいものとして取り扱われてる感があって。そうですよね。だからまあ、野口さんとかのこういった本でね、まあ非常に心の勉強された方たちは多いと思うんですけど、改めて、はい、法則とはどんな法則なんでしょうか？この人生の現実は自分の心を映し出す鏡ですよっていう言い方になりますね。これを別の言い方をすると、人は自分の心の波長と同類の現実を引き寄せるという言い方ができると思いますね。自分の心の波長、まあ、生き方の波長と言ってもいいですけど、それと同類の現実を引き寄せるんだと。そういう意味では原因と結果の法則と言ってもいいですし、まあ仏教の言葉で言うとその因果応報なんでしょうし、キリスト教の言葉では与えよさらば与えられんという言葉がルカの福音書にありますけれども、これもまさに鏡の法則ですよね。この与える気持ちを持っている人が最終的に与えられるっていう、はい、これ具体的な例でお話した方が分かりやすいと思いますけど、30代前半の会社員の男性がですね、1ヶ月の間に2回車をぶつけられたっていう話があった、はい、1つは信号待ちをしていたら後ろから追突されたと、もう1つはですね、駐車場に止めていたら何者かにぶつけられていて、それは最終的にもう犯人というか誰がやったのかわからないじまいなんですけど、でも1ヶ月の間に一度は乗っているとき、もう一回は自分が離れているときに車をぶつけられたと。で、人生で車をぶつけられたこと一度もなかった人が1ヶ月の間に2回あったっていうので、聞いてみたんですね。じゃあ他に何か人と衝突するようなこととかなかったですかって聞いたらですね、うん、職場で後輩と衝突したっていうんです。で、その人はそんなにこう人と衝突するってことはそんなにない人なんで、ましてやその後輩と衝突したことなかったんですけど、後輩と衝突した。ってことは1ヶ月のガチャンとぶつかる経験を3回してますよね。それで、何か心の中に強く衝突するような気持ち、具体的に言うと誰かを強く責めるような、はい、そういう衝突心みたいなものはありましたかねみたいなことを聞いたらですね、その、半年くらい前に奥さんがですね、奥さんの元彼と会っていたことが発覚したと。でも奥さんはその決してやましいことではなく、元彼からちょっと相談されて、まあ相談乗るぐらいいいだろうっていう。まあでもそれは言わなかったのが何かで発覚してしまってですね、彼はこの半年間の間もうめちゃくちゃそのことに怒っていてですね、心の中で奥さんを激しく責めていたっていうことがあったんですね。なのでこれを鏡の法則という仮説で解釈するならば、この人の中にある奥さんに対する衝突心ですね、激しく責める気持ちを気づかしてくれるためにですね、1ヶ月の間に3度も衝突経験をしたと考えられるわけですよね。で、まあこの人はそんだけ腹立ってすごく奥さんを責めていたのに、奥さんにはやっぱ直接あまり言わずに、自分の中で抱えてずっとそのエネルギーが肥大化してた感じだったんですよね。で、改めて奥さんと話をして対話の中でより分かり合って、そして自分の心の中でもそういう感謝のワークみたいなのをやったんですけれども、果たしてそれが鏡の法則によって起きたかどうかっていうのは証明することはできませんけど、でもこの人はそのおかげで奥さんをずっと今後も責め続けてたかもしれない人がですね、奥さんとちゃんと和解できて、そして特にこの車の衝突に関しては犯人がわからない方の事件ですね、それに関してもずっと犯人を恨んでたんですけれども、でそれにすらも感謝ができたんですよね。だからこれは結果的に良かったねっていう話ですよね。だからこういう話多いんですよ。これ本の中にもあるんですけど、鏡の法則で仮説を立ててみようっていう考え方非常に分かりやすいですよね。はい。なんかそれをやってみましょうとかっていうなんか感じで押し付けてしまうと、はい、人間でこう抵抗感が出るんですけど、そうなんですよね。もしこの法則が働いてるとするのであればっていう前提条件で考えてみることによって、自分の心の状態とか、はい、怒りってこうもう最終的に何で起こってるのか分からなくなってしまうっていうところがあって、はい、怒りの波動のままでずっと自分をキープしてしまうみたいなところがあるんですけど、そうですね、この仮説を立てて、こう整理していくっていう作業ってめちゃくちゃ大事ですよね。はい。これが結果的にその方のめちゃくちゃ役に立つってことは多いですし、はい、
あと鏡の法則の視点で見ると、うん、なるほど、それでこういうことが続けて起きてたのかって腑に落ちるようなケース非常に多いんですね。だからまあ本の内容とか言葉だけで聞くと、うん、若干こう因果がつながらない部分があって、はい、こう理解できない人たちってめちゃくちゃ多いじゃないですか。はい、だから我々の世界って現象世界が目の前に見える世界が1で、それを知覚している自分たちの心が2っていうのが、なんとなくこうスタンダードに、はいはい。僕らの中に植え付けられてるもんですから、はい。現象は起きたことが自分だっていうふうに思えない人ってめちゃくちゃ多いですよね。まあ普通はそうですよね。例えで言うと、右利きで生きてた人が、左利きに強制するぐらい実は受け入れるのに対して、なんか理解ができない。良かったことは、良かったこととして受け取りやすいんですけど、うん、ネガティブなことが起きた時っていうのは、例えば相手に顔面を叩かれたってなった時に、叩いたのはもう相手であり、そうですね。は自分じゃないですか。はいはい。でもこれ鏡の法則で考えると、言葉を変えると、叩かさせてしまった。なるほど、なるほど。叩かせてしまったっていう解釈にならないといけないのが、まあ、非常にこう、もやもやするというか。そうですね。それもやもやしますよね。こういったケースって結構いろんな方見てていないでしょうかね。あります。それも非常にあります。気をつけなきゃいけないのはですね、やっぱ心がすごくこう、ダメージを受けてる人とか、メンタル的に弱ってる人が、この鏡の法則の捉え方をちょっと過剰に捉えてしまって、自罰的になってしまうとですね、うん、あ、全部自分が悪いんだみたいになってしまうと、これはこれで非常に辛いのでですね、うん、まあ今日はそこら辺も含めて鏡の法則のおすすめの捉え方みたいな話をしたいと思ってるんですけれども、で、まあ今の事例、僕が話したケースで言うと、何か誰かと衝突するような気持ちを持っていると、なんか車をぶつけられたり、人と衝突したり、なんか衝突的な出来事が起きるっていうふうに、まあなると思うんですけど、逆にポジティブなケースで言うと、感謝の気持ちを持って生きてると、さらに感謝したくなるような出来事が引き寄せられてくる。与える気持ちで生きてると、自分が与えられる結果になってくる。また人を応援する気持ちで生きてたら、自分が応援されるようになる。まあ、まずはこのポジティブな方に目を向けてもらいたいというのが一つなんですよね。つまりこの人に対して意図していることが自分に返ってくるので、この人幸せになったらいいなとか、そうやって人を応援する気持ちを持っている人は結果的に自分が幸せになるということですよね。うん、鏡の底を説明するときに僕まず、ユング博士のシンクロニシティの話からすることが多いんですけど、まあ、シンクロニシティって言葉も随分、知られるようになったので、聞いたことある、あるいはもうよく知ってるって方多いと思うんですけれども、意味のある偶然の一致と訳されたり、偶然にしてはあまりにも起こる確率が低いことが起きた、そのことで何か意味を感じられるもの、それをシンクロニシティって言ったりしますよね。で、シンクロニシティに関しては結構経験したことがあるって方多いんですね。例えば、長年連絡を取っていない知人のことを何年かぶりに思い出したと。あの人どうしてんだろう。いやでもあの人のこと思い出すのもう何年ぶりだろうって思ってたら、うん、なんとその日にその人から電話かかってきたとかですね、はいはい、いやいや今日たまたまあなたのこと思い出してたんですよみたいなね、うん、まあこういうのをシンクロニシティって言いますよね、うん、あとはこれも経験した方結構多いのは虫の知らせですね。まあ例えばある人は仕事中に急に自分の母親の顔が浮かんできて胸騒ぎがしたと。こんなことめったにないというかほとんどないから気になって仕事が終わって実家に電話してみたら、なんとその日母親が交通事故に遭っていた。まあ、幸い命に別状なかったんだけど、その事故に遭った時刻がですね、まさに自分が胸騒ぎがした時刻と一緒だったと。まあこういうのが虫の知らせですよね。あとは夢枕に立つっていうのがあって、田舎のおじいちゃんが夢の中に出てきた。いや、おじいちゃんが夢の中に出てくるなんて初めてかもと思って翌朝目が覚めたら間もなく夜中おじいちゃんが亡くなったという訃報が届いた。まあこういうのを夢枕に立つとか言いますよね。この辺のシンクロニシティは経験したこともある方が多いので、多くの人が納得されるんですけれども、それはあるよね、みたいな。で、このユング博士はシンクロニシティとの発見したんですけど、発見しただけじゃなくて、人の心には意識と無意識、顕在意識と潜在意識があるわけですけど、人のこの無意識は深いところでつながってるんだと。潜在意識の深いところまで行くと、すべての人々が共有する層があるんだと。それを集合的無意識と呼んだわけですね。なんで僕たちは体だけ見ると別々に分離してますけれども、無意識の深い層では、まあ、ユング博士によると全員がつながってる意識の海みたいなもので、ちゃんとつながってるんでですね。なんで自分の思いは常にそこに放送されてるってことになりますよね。自分の、まあ、電波というか自分の思いの周波数。自分の心の周波数が常にそこに放送されていて、そしてその自分の周波数に合った人や出来事を引き寄せている。まあそんな風に
ユング博士は考えたわけですよね。なんで僕が結構よく経験するシンクロニシティはすごくいい言葉なんだけど、なんていう言葉だったっけ、誰の言葉なんだったっけって思い出せないことよくあるんですよ、はいはい、ずっと情報発信やってるもんですから、いい言葉を紹介したくなるんですけど、その言葉自体を思い出せない。なんかもうめちゃくちゃピンチになった時のすごくいい言葉があったんだけど、なんだっけっていう、で言った人も思い出せない、言葉自体も思い出せないので検索しようがないですよね。そうするとたまたま電車に乗ってたら近くに座っていたカップルが話しているその話題にその言葉が出てきたみたいな、こういうのも経験される方多いと思うんですけれどもね。で、今の話をこのユング的に言うと、さらにこういうふうにも解釈できるんですね。僕がその言葉を知りたいと思ってる僕の思いがこの集合的無意識に放送されてますよね、はい、するとそのことを話題にしようとしてる人とこの周波数が合いますよね。なので、よりちょっと神秘的な言い方をすると、僕はわざわざそのカップルがいる車両に乗ったとも言えるわけですよね。あとはね、こういうこと僕はあったんですけど、僕結構多いんですよ、言葉を思い出せないのが、うん、やっぱりそれも何かの言葉を思い出せなかった時に、僕書店に行くこと多いんですけれども、はい、書店である気になる本があって書棚から取ろうと思ったら、手違いでその隣の本を落としてしまったんですよ、はいはい、本って落ちたら普通閉じたまま落ちるじゃないですか。なぜかね、その落ちた本が落ちたところで開いた形で落ちたんですよ、はいはい、かなり珍しいでしょ。で、その本を開いた状態で手に取ったらそのページに載ってた。これはユング博士の集合的無意識というものの概念が人の心が奥底でつながっているというだけでは説明できないですよね。さっきのカップルの話であればまだお互い心の底でつながっているので寄せられてきたっていうのはね、なんとなく理解しやすいですけれども、はい、本っていうのは心を持ってる生き物ではなく物質ですので、うん、なぜ僕の答えを求める思いがその本とつながったのかっていうのは、ただ無意識が奥底で人はつながっているという考え方だけでは説明できないんですけど、実はユング博士はですね、集合的無意識っていうのは人の心だけじゃなくて万物、神羅万象とつながっていると考えてた節があるんですね、うん、彼心理学者ですから、明言しているような文章は僕今のところ見つけてないんですけど、うん、そもそもシンクロニシティって概念がそういう考え方なんですよね。こうミクロの世界が研究されていろんなことが解明されるようになってから、その物質の元になっている素粒子っていうのは実は人間の意識とすごくつながっているってことが分かってきてますよね。だからそういう角度からもユング博士の考え方、シンクロニシティって考え方は非常に理解しやすくなっていると思うんですけれども、鏡の法則もある意味そういう意味ではシンクロニシティで、自分の心のありようと同じ出来事がまるで偶然かのように引き寄せられてきているっていう意味では、これは一種のシンクロニシティですよね。鏡の法則を活用して幸せで豊かな人生を実現するためにはどうすればいいかっていう話をすると、僕3つあると思ってるんですね。で、1つは感謝の気持ちで生きる。で、2つ目が与える気持ちで生きる。まあ、これは感謝すればするほどますます感謝したくなる出来事が引き寄せてき、うん、来られて、はいはい、ますます感謝したくなる人生になるからですね、うん、それと同じように与える気持ちで生きれば生きるほど自分が与えられるから。3つ目ができれば許せない気持ちを解消するってことなんですね。できればです。あ、わざとこれ難しいんで、わざと枕言葉にできれば、はい、そうなんですよ、ね、はい、というのはやっぱり人によっては毒親という言葉がありますけれども、これは毒になる親っていう本が元ネタというかね、その本からこの毒親という言葉が広まったんですけど、はい、この本の中にも書いてますけど、本当に人によってはものすごい虐待のような、はい、環境で育った人なんかもいて、そういう人が無理に親を許そうとしたらですね、非常にもう困難なハードルに突き当たるんですよね。で、やっぱりこの親の影響力から脱するためには、親からすごくこう傷つけられた人の場合、やっぱ否定のエネルギーですね、あんな親許してなるものかみたいな、そういうエネルギーが原動力でやっと親の呪縛から離れられるってこともあるので、それで毒になる親という本には親のことは許せなくていいんですって書いてあるんですね。はいはい。なので誰かを許せない人は許せない自分を許してくださいって言ってるんですね。そうですよね。許さなければならない、ねばならないはないですからね、そこには。そうなんです。そうするとそれにまた縛られてしまいますからね。そうなんです。だからまずは許せない自分を許してください。でもそうやって自分を許して、自分を受容して、で自分の心が満たされていくと、大体その許せないと思ってた人を許せる時が来ることが多いんですよね。まあ、なので3番目はできればなるべく許せない気持ちを解消するということですけれどもね。なんかこう今のね、感謝するとか与えると与えられる、まあ、できれば許すっていうことって、実はさっきも言ったんですけど、本当に右利きが左利きとか、左利きの人は右利きに強制するぐらい、やっぱり我々の世界って、うん、
なんか全ての宇宙の法則からすると逆転の発想の概念がやっぱりこう根底にありますよね。そうですね。そうですね。まあそれはなんか意図的にその英知が奪われたのか、それは物質世界というか、まあ唯物論的な考え方っていうのが、やっぱりこう歴史の中で来たことによって、はい、まあ今博士みたいな考え方って非科学的だっていう。はい。はい。でも世の中って実は非科学的なものが圧倒的に多くて。そうですね。全ては、まあ推論というか、大体こうじゃないかっていう人間の想像から、それを検証していくのは後じゃないですか。そうですね。そう。だそれがなかなかやっぱりこう染み付いてない人にとっては、ハードルが高い。感謝する出来事があってありがとうは簡単。でも自分の境遇が今お金がない。夫婦関係良くない。仕事もうまくいってないのに、こうありがとうって、すごい無理があるっていうふうに思う人ってたくさんいるんですよ。そうですね。そうですね。こういった方たちに野口さんどのようにアドバイスをされるんでしょうか。まず人には二つの生き方があるっていう話をしますね。うん、その二つの生き方っていうのは、一つは I want to be happy という生き方ですね。幸せになりたいっていう生き方ですね。で、もう一つが I am happy の生き方なんですね。私は幸せだっていう。はい、これは生き方なんですね。つまり、条件が整えば私も I am happy になれますよって思う人多いんですけど、もうお金も豊かになり、人間関係にも恵まれ、悩みが解消すれば私だって I am happy になりますよって、はい、でもそれは条件に振り回されてるってことなんですよね。実際に豊かで幸せで、本当に自分らしい人生を実現してる人っていうのは、その条件じゃなく、生き方そのものが I am happy なんですね。一方の I want to be happy、幸せになりたいっていう生き方は、今は幸せじゃないっていう前提ですので、うん、つまりないものにすごく囚われてるってことなんですね。まあこれそういうものですから仕方ないんですけどね。ただまずそこに気づくことなんですよね。うん、ああそうか、自分はないものに囚われてるから今は幸せじゃない。だから幸せになりたいという生き方になってるんだな。でも一方で条件に左右されず、うん、I am happy という生き方があるんだなっていうことをですね。そういう意味では僕は幸せっていうものもずっとそれこそ19歳の時から研究してきたつもりなんですけれども、はい、幸せっていうのは求めるもんじゃなくて、うん、今ここに見出すものなんですよね、うん、で求めれば求めるほど手に入らない。そうですよね。本当は重力と一緒でね、上から下に落とすと落下するっていうのはもう陸じゃなくてそういうことなんですよっていうふうに、引き寄せの法則のエイブラハムとの対話を見てると、もうエイブラハムずっとそれを言うんですよ。なるほどなるほど。法則だからねって、いや、あると思わないと不足から物事見ちゃうと、うん、不足の現実が来ちゃうから、それではなくて、それはもう結果の世界なんで、うん、スタートの自分の心の状態を今まさに豊かっていう気持ち、うん、意気込んでいないと、うん、その現実っていうのはあなたの前にやってこないんだよっていうふうに聞かされるけど、はい、もう現実がリアリティすぎて、はい、借金があるとか、はい、例えばこう病気だっていうの、これをやっぱりひっくり返していくのって、はい、すごいハードルが高いんですよ、人間としては。そうですね、そうです。感情、記憶、いろんなものが人間にはあるわけじゃないですか。はい。だから、そこを克服していく上で、多分ね、野口さんもいろんな方たちと関わってきて、うん、実際にこう、すごい厳しい状況、苦しい状況から、鏡の法則を実践して人生を変えた方たち、たくさん知ってると思うんですけど、はい。はい、なんか、ポイントというか、うん、本当に現実が苦しい時に、そういう心を作っていく。はい。そのお話をお聞きしたいと思うんですけど。はい、ありがとうございます。はい、もう本当になんか、革新的なことをどんどん引き出してくださいますね。いえいえ、ありがとうございます。考え方としてですね、感謝力って言葉を僕使うんですけど。感謝力。はい、つまり感謝する能力なんですね。うん、だから感謝力という能力って考えれば、これを高めればいいんだなってことになりますよね。だから今、目の前の出来事は人それぞれいろいろあると思うんですけど、自分に焦点を当てたときに、自分の感謝力がどこまで高まってるかっていうことですね。で、感謝力を高めるために、まあ僕二つのことを言ってるんですけど、一つは、一見悪い出来事に見える出来事っていうのは、鏡の法則的に言うとめちゃくちゃいいことなんですね。原因は分からなくても、悪いように見える出来事が起きたというだけで、もう心の中の原因が外に出ちゃってるので、それだけでクリーニングが起きてるんですよってことなんですね。